こんにちは、ナタニヤ正義でございます。昨日2月の4日にですね、参議院の決算委員会がテレビ入りで行われましたけれども、その決算というのは平成20年度2008年度の決算報告ということで、これは前政権の予算執行についての決算報告であり、また会計検査院からの報告を受けてということで、質疑が行われるわけであります。前政権の下でありますから、ある意味前政権の方たちに直接お伺いをするべき内容がほとんどなんですけれども、そうもいきませんので、そういう意味では前政権の執行状況、執行したいわゆる反省点をですね含めて、本当は各大臣すべてに今後の新たな政権の下でのですね、決意をお聞きしたかったというのが実は本音であります。しかし一定の時間の中で、行わなければならないということでありましたので、それはやめまして、とりあえず私の専門であります教育分野を中心に質問をさせていただきました。とりわけ鳩山総理の目指される社会というのが、非常に教育がこの間ずっと求めてきたものと一致することが大変多いということでありますから、そのことを確認をし、鳩山総理、そして文科大臣、関係大臣にその今後の教育政策についての展望を含めてお尋ねをしたというところでございます。私が予想したといいますか、期待通りの答えを総理の方からもいただくことができましたし、文科大臣からは現場の先生方の喫緊の課題である教員免許更新制について若干コメントをいただきましたけれども、今後また具体的なものについてさらにマスコミ等を通じてコメントをいただけると、こういうお約束も取ったところでございます。いずれにしてもコンクリートから人へということ、それから鳩山総理が目指される社会というのがまさに教育と一致するということからですね、今後教育政策の充実に向けて私自身もこれまでの経験をしっかりと生かしながら、新しい政権の下で微力ながら全力で頑張っていく、このことをお誓い申し上げたいと思います。